皆さんこんにちは、ネッツ豊田静浜の八木です。さあ夏ですね。皆さん夏休みの計画は立てていらっしゃるでしょうか。今回ネッツ豊田静浜から夏休みのご提案ということで、こんな企画を用意していました。タイトルドン、夏休み試乗車無料体験。わあ、一人拍手ください。さあチラシドン。当社ネッツ豊田静浜がお休みの期間中試乗車眠らしておくのもったいないので、ぜひそれをお客様に乗っていただきたい、使っていただきたいなということで、こんな企画を考えていました。貸し出し日はですね、8月の7日日曜日、返却日は8月の13日土曜日となっております。これ365日の営業を始めた、和田店、あとはサンストリート浜北店、こちらに関しては、1日だけの体験ですとか、1泊2日の体験っていうのも可能でございます。希望のですね車種を最寄りのショールームで、お申し込み書をご記入をいただいて、応募という形になります。これ応募多数の場合は抽選になりますので、担当のスタッフよりご連絡をさせていただきます。はい、例えばですね、ヤリスとかアクア、こういったあのコンパクトカーを乗ってみたいとか、家族や仲間で、ワイワイとお出かけをするのにアルファードですとかノア、ボクシー、こういったミニバンに乗っていただくのもいいなと思います。また、キャンプやアウトドア、こういったのに使っていただくようにラブフォーだとかハリア、ヤリスクロス、カローラクロス、こういった SUV のラインナップも充実しています。はい、注意点ですとか、説明事項がありますので、詳しくは店頭のスタッフまで、聞いてみてください。ということで夏休み試乗車無料体験のご案内でした。本日の内容ですね、チラシですとか注意点は、この動画の下のあたりに概要欄というのがありますので、そちらをクリックしていただくと、ホームページに飛ぶことができます。チラシの内容、説明事項がありますので、ぜひそちらの方もチェックをしてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。